こんにちは、ナスイです。今日は久しぶりに家で動画を撮ってるんですけど、秋の一週間コーデを撮ってきたので紹介しようかなと思います。最近買ったアイテムとかを結構使ってコーデ組んでたりとか、秋っぽいコーデをたくさん組んでるので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ早速1コーデ目いきます。これが1コーデ目ですね。この日は友達と朝カフェに行ってきて、ラフな感じのスタイルで秋っぽいコーデを組んだので、帰りに公園で動画を撮りました。最近このベイプのキャップを買って、もう結構いっぱい使ってます。超使い勝手良くてお気に入りのアイテムです。今でキャップがベイプ、こんな感じです。結構ラフな感じのコーデです。ベルトとウォレットチェーンはいつもヒステリックグラマーで、でこのシューズがティンバーランドのブーツです。でデニムがこれジェイデットロンドンっていうロンドンのブランドですね。最近めっちゃ流行ってます、海外でも。でこれフーディーがディーゼルのフーディーですね。でピアスはこれピンクゴールドのピアスです。ブランドとかはわかんないんですけど、初めてピアス開けた時に買いました。で、バッグがこれ、韓国の一週間コーデでも紹介したことがあるディーゼルのバッグです。これは本当、サイズが良くて、結構いつも使ってますね。もうちょっと、例えばモバイルバッテリーとスマホと、あと、一週間コーデ撮るときは三脚とかもカバンに入れてるので、それを入れたりとか、ペットボトルも 500ml とかだったら入ります、このバッグは。こんな感じですね、1日目は。結構なんかラフな感じの、全体的に色も秋っぽい感じで組みましたね。暖色で組んで、でこのジェイデッドロンドンのパンツを合わせたのは、ここのお尻の部分に赤色が入ってたりとか、あとポケットの部分にもこのチェックの感じの赤色が入ってたりとか、結構全体的に暖色めな感じでゆるっとコーデを組みました。こんな感じですね。じゃあ次2日目いきます。2日目です。久しぶりに代々木公園に犬を見に行って、でその日のコーデです。この日も結構ラフな感じのコーデですね。でこれシューズがアルフレッド・バニスタっていうブランドのシューズで、結構なんか独特な靴が多くて、メルカリとかセカストとかそういうところにあります。で今回はここの金のバックルと、あとこの赤のステッチ、ちょっと絶妙にダサい感じがお気に入りですね。これは上下デニムで合わせてるんで、ちょっと足元だけ外そうかなみたいな感じで組みました。この日はピアスはこれクロムハーツのピアスです。でデニムがランクラーのストレートのデニムですね。これはもう本当使いやすいし、ストレートの黒いデニムは1本あったら何でも使えます。でこれデニムのジャケットがなんだっけ、これちょっとブランド忘れちゃったんですけど、調べて入れときます。これは福岡の古着屋さんで買って、サイズもジャストだったし、あとこの色味とかもすごい良かったので、これも気に入って使ってますね。丈感とかもジャストサイズで、あとこのポケットの位置がちょっと低めで変わってる感じも良かったりとか、あとデニムのこの色褪せた感じが好きで、僕は気に入ってます。こんな感じですね、2日目。じゃあ次は3日目いきます。3日目ですね。この日は友達とお昼ぐらいに神社に行って、そこで撮りました。神社と大きい公園がつながってるとこかな、すごい落ち着いた雰囲気のとこでめっちゃ良かったですね。でこれバッグがコーチのバッグですね。これはすごい可愛い色味も。で靴が、これは昨日と一緒の靴です。アルフレッド・バニスターの靴で、でデニムがエドウィンの袴デニム。でもこれ確かなんか大工さんとかの作業着とかのデニムだった気がします。ちょっとすいません忘れて、後で調べて編集で入れておきます。
で、サングラスはこれ、見えるかな？レイバンのサングラスですね。ここを見たこんな感じ。で、シャツ紹介しなかったんですけど、シャツが、ジェイデッドロンドンで1日目に履いてたパンツと同じブランドのシャツですね。まあ、全体的にはこんな感じ。ちょっとこの日は、髪をオールバックにしてたので、サングラスかけて、ちょっといかつい感じのコーデを組みました。これは、3日目だったかな？ 3 日目。3日目はこんな感じです。じゃあ次は、4日目です。この日は道玄坂のカフェに行く前に撮りました。こんな感じですね。やっぱ秋っぽい色を入れたくて、頭に赤とか、まあデニムじゃないパンツの色で。パンツが、ディッキーズと FTW っていうブランドのコラボになります。これは、最近僕も撮影に出たブランドで、お気に入りですね。このジップがすごくいい。まあ、ベルトはこれスタッツがついてる古着のものです。で、ビーニーがこれはシュプリームとプレイボーイのコラボのビーニーです。ここのビーニーの赤とここのロゴのところにオレンジがあるんですけど、このピアスの色と、あとこのニットは、スドクのニットで、ここのオレンジとかでちょっと色を拾ってみたりしました。で、これバッグが最近リサイクルショップで買ったアトムの、なんだっけこれ。スクールバッグ的な感じのバッグですね。で、これ、シューズがドクターマーチンとビームスのコラボ。確か高校生の時に買ったので、4、5年前ぐらいのやつですね。この靴、時々インスタでも質問もらうので、こんな感じです。この日は少しちょっと可愛い感じのコーデにしました。こんな感じです、4日目は。じゃあ次、5日目いきます。5日目はこんな感じです。この日は、フィレオっていうドーバーに置いてある靴のブランドがあるんですけど、ドーバーストリートマーケット銀座。もともとパリのドーバーにしか確か置いてなくて。で、それで日本のドーバーにも置くってなって、そのイベントがあって、で、その時にパーティーに呼んでもらったので、パーティーっぽい格好を意識してコーデしてます。で、フィレオのイベントがあった後に、ヒステリックグラマーのイベントもあって、だからパーティーコーデにしました。で、これ、ジャケットが、確か中国のブランドだった気がするんですけど、ちょっと今名前が出てこないので、また入れておきます。で、ヒステリックグラマーのパーティーだったので、ヒステリックグラマーの T シャツを合わせて、で、このスタッツとウォレットチェーンがヒステリックグラマーで、まあ、ちょっとヒスっぽい感じのお気に入りの T シャツです。で、バッグはさっきも3日目か2日目に出てきたコーチのバッグです。で、シューズが、これもフィレオのイベントだったので、フィレオのシューズです。で、靴下はジャケットの色と合わせて緑にしました。シューズはここにネジが打ち込んであって、で、そのデザインがすごいかっこいいんですけど、ネジを打ち込むために木が入ってて、靴底に。だからこの靴はすごい重たいです。めちゃくちゃ足疲れます。でもまあ、かっこいいんで。で、ジャケットはこんな感じの、ちょっとテカテカした素材。で、ピアスはクロムハーツです。で、このパンツが、コムデギャルソンのパンツなんですけど、コーディロイ。あ、ベロアか。ベロアな感じで、ここ見えやすいかな。少しストライプで緑っぽい感じの色が入ってるんですよ。で、ジャケットとこの靴下とパンツのストライプで緑の色を拾いましたね。パーティーコーデです。この日は。こんな感じ。これは行く前ですね。で、これ行った後に、ちょっとインスタのストーリーでも上げたんですけど、ドバーの会場に行った時に、キム・ジョーンズが日本に来てて、で、その時にサインもらいました。やばいよね。これはもう一生大切にします。で、ちゃんとここに名前も書いてもらって、めっちゃいい一日でした。で、名前書いてもらって、キム・ジョーンズもなんか、すごいなんか嬉しそうに、このサインしたジャケットの写真をこう自分の携帯で撮ってて、す
すごい嬉しかったですね。で、その後はヒステリックグラマーのイベントに行って、初めてデザイナーのノブさんに会って、まあ、一緒に写真撮ってもらえて、もうこの日はすごいいい一日でした。めっちゃくちゃすごい人たちに会えた一日でしたね。思い出の日です。で、これが5、6日目いきます。この日は友達とちょっとドライブで、まあ都心から離れたところのセカストを回って遊んできました。で、ファミマで休憩してた時に撮ってます。これは。こんな感じですね。で、上が、これがデニムベストで、これは実家にあったやつをずっと使ってます。で、T シャツがエンレイジっていうブランドで、この星のマークがすごい可愛くてお気に入りですね。素材感もワッフルっぽい感じの素材感で、ちょっと生地が面白いんです。これもちょっとなんか抜けてる感じが好きですね。で、これネックレスがアレクサンダー・マックイーンのネックレスです。こんな感じで、デニムパンツがジェイデッド・ロンドンのパンツで、あ、そうだ、これこの時に子供が後ろ走って行ってて、これあとちょっとで転んじゃうんですけど、急に後ろで転んでめっちゃびっくりしました。ちょっと心配だった。そう、おーって言って大丈夫って行こうとしたんですけど、まあ、この後すぐ走って行ったので、まあ多分大丈夫だったんだと思います。まあ良かったなと思って、ちょっとびっくりした。で、これがフィレオのシューズです。これはもうお気に入りだからずっと使ってますね。で、サングラスがさっきの T シャツのブランドと同じブランドです。この星のマークがお気に入りですね。これごっついサングラス持ってなかったので結構使ってます。こんな感じですね。ちょっとやっぱデニムが好きかな。じゃあ7日目最終日です。こんな感じ。これもちょっとなんか天気がすごいいい日で、ちょっと秋っぽいスタイリングを組みました。全体的に茶色で合わせました。この日も T シャツが一緒で、で、サングラスがレイバンのサングラス。で、この T シャツは一緒で、ネックレスも一緒ですね。アレクサンダー・マックイーン。まあ、別に次の日ってわけじゃないんで、たまたま一緒でした。で、フィレオの靴。これは結構履いてるから。で、まあ、ウォレットチェーンとベルトはいつも通り必須のやつをつけてて。で、このパンツが、福岡のリサイクルショップで買ったパンツです。コーデュロイの素材で、コーデュロイのこのサイズが細かいのか、あ、このブランドかな、わかんない。この素材が面白くて、なんか中に黄色い感じの色があって、まあ、今、こう太陽当たっててすごいわかりやすいんですけど、こんな感じのテカテカした黄色い色になって、で、まあ遠くから見たら茶色いコーデュロイのパンツです。でも太陽が当たったらすごい黄色になるんですよ。だから気に入ってずっと履いてます。で、このバッグが代々木公園の日のコーデの上のデニムジャケット、福岡の古着屋さんで買った、福岡で唯一好きだった古着屋さんがあるんですけど、そこで買ったバッグです。これもなんかもう、このバッグとかなかなかないよね、こういうの。かるってたら超体あったかいですね。だから冬とかめっちゃあったかいです。こんな感じですね。最終日はこんな感じです。まあ秋のコーデはこんな感じかな。1日目がこのちょっとラフな感じ。まあ秋の多分暖色系の色味が結構好きです、個人的に。だから秋のコーデはすごい楽しいです。なんかカジュアルな感じのコーデを組みやすいっていうか、ちょっとラフな感じ。気温もいいから気持ち的にラフな感じのコーデを組みたくなるような気がします。まあ、この日はちょっとオールバックしてサングラスかけてちょっとカチッとした感じのコーデにしたんですけど、だいたいラフな感じが多いかな、秋は。この日もちょっと。まあでもこの日は上半身が緩めで、下半身がちょっとカッチリしてる感じのコーデにしました。で、この日はパーティーか。で、この日はデニム。デニム好きなんですよね。で、ラスト。これは茶色中心のコーデで。こんな感じです。1週間コーデ、7日分。前回は韓国で撮ってきたので、今回は少しずつ東京で出かけた日に撮れるタイミングで撮って頑張って集めました。で、前回の動画とかでもコメントもらえたら本当にすごい嬉しいので、もしよかったら参考になったとか、まあいいなと思ったら高評価とか、まあコメントもしてくれたら嬉しいです。じゃあそんな感じで。あと11月の
12日、日曜日ですね。日曜日の11時から19時で、渋谷でフリマをするので、もしよかったらぜひお越しください。初めて、オフラインでフリマをするので、まあ、服は40から50くらい持っていく予定で。で、まあ、僕の、サイズ的にピチッとした服も多いので、レディースの方も着れる服とか、あと、まあ、ビーニーとか、あとはバッグとか、まあ、キャップも持っていこうかなと思ってるので、もしよかったら遊びに来てください。で、これはまあ、編集が間に合えば、この動画を入れようかな。じゃあ、今日の動画はこんな感じで終わります。最後まで見てくださってありがとうございました。またね。